今日は、ロックミシンの謎ってことで、このロックミシン先日、いろはにさんと一緒に手伝って引き取って入手したものなんですけど、でなんかこれ3回目ぐらいなんですけど、昔の職人さんってこのロックミシンのペダル逆にしがちなんですよね。これなんでだろうって感じで、もうこんなことだけなんですけど、この理由知ってる人いたらちょっと教えてほしいですね。このなんか逆のパターン拾ったの3回目で、まあ、別のロックミシン拾った時もこれ逆でわざわざ直したんですけど、この謎がちょっと知りたいって で、その両方とも引き取った方、ご年配の方で結構ベテランみたいなで引退したみたいな方だったんですけど、で昔はロックミシンのペダル逆にしがちだったのかな。でこう無理やりペダルの鎖がこうやって斜めになってる感じなんですよね。まあ使えるは使えるんですけど、普通にただちょっと違和感があるというか、慣れないんで普段はこっちなんですよね。普段は、普通のデフォルトだとこうやって、この鎖の位置も真上に来るからこれが正常というか、まあ普通なんですけど、なんか昔の職人さんこの逆にしがちなんですけど、なんでだろうなって感じ。この理由ちょっと知ってる人いたら教えてください。今日は逆に、こんな逆質問方式で視聴者の方で知ってる方がいたら教えてほしいです。はい、以上になります。